さて、彼らは降格圏内を脱してサポーターを安心させました。もし昇格を狙っているのであれば、かなりの成績を収めなければなりません。主審はセルゲイ・ピットキンさんです。ボールを守るのはアンドレス・イニエスタ。ギウス、スターリッチ、シュートに行けるか、エトー、キーパーきっちりとボールをキャッチ。スターリッチ、エトー、ボールを弾く。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。見えてます。いい形でゴール前まで持ってきました。ミララ、ここにいます。イニエスタ、中への突破は許しません。カルバハル、ここでシュート、うわ、見事なカーブです。チャンスを作りました。いいゴールでしたね。堀池さん、うまく飛び込みました。ナイスセーブでしたが、相手の前に弾いてしまいましたね。前半14分、先制点が生まれました。モドリッチ、ペペ、ここで絡みます。カルバハル、そのまま返します。リオネル・メッシ、ケディラ、いい形でゴール前まで持ってきました。打った、キーパー好セーブを見せます。コーナーから同点に持ち込めるでしょうか。セルヒオ・ラモス、入った、同点弾です。最高でした。フィニッシュも正確でしたね。すごいアシストですね。測ったようにボールが入りました。カブール、サミュエル・エトー、上がった、スターリッチ、素早く詰めたい、振り抜いた、またとダイレクト、ゴールラインを割ります。スターリッチ、止める、止めます。カブルーン、マークがずれてますよ。ディフェンダーに当たり、そのままゴール。ディフェンダーが決めました。こんなところにも得点源があるんですね。驚きました。そうなんですよね。守る側としても大変なんですよ。これは難しい角度でしたが、落ち着いていましたね。ボールはキーパーの手の中へ。
使えない形でボールを渡してしまいました。クロスを出した。キーパーに近すぎました。モドリッチ、カルバハル、タックルを受けています。ギブス、カルバハル、このパスの先には誰もいません。スローインになります。ギブス、パスを2人で交換します。シュートは惜しくもポストを逸れていきました。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ケディラ、ケディラ、メッシ、セルヒオ・ラモス、カルバハル、うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。スターリッチ、戻します。これは残念、ボールを手放してしまいました。ベンゼマ、ベンゼマのパスは通りません。エトー、ミララ、ミッドフィールドでボールを取りました。このクリアは大きいですね。危険な場面でしたからね。副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。前半終了です。スコアは2対1。リードは1点です。後半戦キックオフ。ネイマールがいます。うまく届きますか。サミエル・エトー、エトー、キャッチはできません。ボールがこぼれています。ボールを今度は離しません。キーパーが手を振っています。チームを前へ前へと促していますね。ケディラ、カルバハル、タイミングでカットしました。
少しは楽になりましたね。狙っていった。コーナーから同点に持ち込めるでしょうか。ベンゼマ、ゴール。試合は振り出しです。試合は同点となりました。これを決めるのは見た目ほど簡単じゃありませんよ。この角度からも見ましょう。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。ダニエル・スタリッジがスペースに入るか。ラインを割ってゴールキックです。おっと、リオネル・メッシがボールをそらしてしまった。カルバハイ、さあメッシです。リオネル・メッシ、メッシ持ち込む。そして切り込んでいくのか。中に人は。このボールはディフェンスに弾き返されます。ダニエル・スターリッチ、どうだ。キーパーストップだ。なんでという表情は打ったベンゼマ。ボールを守るのはアンドレス・イニエスタ。クロス来た。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。これは果敢に来ましたね。常にあの距離から狙ってきています。相手ディフェンスはこのままスペースを与えていてはいけません。いつかは決められそうです。素晴らしい。シュートでした。もう少しで決まるところでしたよ。スターリッチ、いい形でゴール前まで持ってきました。これで決まりだ。ボールは大きくクリアされました。スターリッチ、ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。ゴールラインを割ります。ゴールキックです。ベンゼマ、ここでセルヒオラモス来ましたよ。ベンゼマ、ここにいます。イニエスタ、このパスはベンゼマに向けてです。意表を突くパス、副審のフラッグが上がってオフサイドです。
ブール。でも内容でも圧倒的です。いやー、よくここから打ってきましたね。蹴る、エトです。主審が試合を止めます。早いスタートだ。モドリッチ、ボールへの寄せが非常に速い。激しくぶつかっています。あっと、これは笛が鳴って PK。 ペナルティーキックを冷静に決めました。冷静に決めましたね。決めて当たり前というプレッシャーを跳ねのけました。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。やはりこの人にはパスが行く、リオネル・メッシ。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。メッシ、この選手がベンゼマです。カルバハル、ヘディラ。このまま終わるのと点数を取って終わるのでは心の持ちようが変わってくるでしょう。出しどころが見当たらないようです。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ギブス、5対2、試合終了のホイッスルが吹かれました。